どうもクリンボーです今日2020年12月5日土曜日もうそ々なんですけども今日も雑談にてご容赦ください、うんうん、ちょっとまるっきり寝起きなんですけども大変恐縮ですということで今日はですねそうお昼の3時ぐらいからあの友人にこうオンライン飲み会しませんかと誘われて、まあ、飲んでおりましてですね、うんまあ 私の行政書士試験というか、えー、資格試験のがまあ一旦終了したということでお疲れ様という意味を込めましてという流れやったんですけども、まあ、その友人もですね国家資格の,の中小企業信頼取られている方で、まあ、経営コンサルタントとして,して今、まあ、活躍されている方、まあ、YouTube もドーンとおー行っていらっしゃる方なんですけどもそうやって国家資格を持たれている方なんでそのお、まあ、いろんな話の中で、えーまあ、行政書士というかまあ 勉強のこう辛さ苦しみみたいな話にもなってですねまあお互いお酒が大の大好きなんですけどもまあ当たり前の話なんですけどもその勉強中はあー飲まなかったよとおいうことでもうちょっとですねまあ選択と集中まあまあ当たり前の話かあもうにもなりますしてですね,私どうもですねまあ 飲みながらやっちゃう癖もおまあ受験直前期とかはそんなないんですけど今はちょっとやっぱりそれ戻っちゃったりとかですねまあ記憶系のやつならまあ飲みながらでも効率時間効率的にいいかっていう節がですねまあ昔のまあおつよんとか FP とかまあ簿記とかもおそういう流れがありましてですねまあいっかとかあやっちゃったりするんですがまあまあそこは。 あのバシッとやって、えー、もうバシッと飲むみたいなスタイルに、えー、切り替えたらとかですねまあまああとはですね私行政書士になってまあまあ、開業とかも考えてるんですけどもこうしてあしてっていう,う自分なりの考えはあったんですけどね、えー、もうそういう成功者はですねもうお こう合格なんかもう全然通過点でですねもうどこに事務所かまで授業に何人でどういう活動をしてどういう動きをして、まあやまあ、家賃いくらでやりくりはどうのこうっていうところまであの落とし込んで考えていったらっていうアドバイスを受けまして、えー、そうしたらはもう合格とか資格なんてねもう全然通過点でですねそのおまあ取り組み方があそれも違うよということで、えー、私はですねまあ あ漠然とこうして走ってって考えてたんですけどもうちょっと落とし込んで、えー、考える必要があるかなと思いましたまあまあ,あのその飲み会はですね、まあ、YouTube の私の第,第1回の私のしゃべりとかを魚にして飲んだりですねまあいろんな話にもなりましたまあ,あ勉強勉強もう集中してやるということで まあ引き続き皆様ともですね、まあ、ご縁があればですねあのそういった飲み会なんかでック、えー、バラにお話ししてみたいとも思いますということで、えー、またあ勉強も、まあ、明日以降頑張っていきましょう。